はい、こんにちは、圭介です。今日ですね、証券 3.0 の東京勉強会ということで、今ですね、会場に向かっています。805も受付してます。805ですかね、はい、805、そうですね、あそこ、あちらの辺直接どうぞ。おはようございます。早いですね、1月はい、じゃあちょっと時間になったので、これから勉強会始めていきます。よろしくお願いします。じゃあ、今回のスケジュールなんですけども、まあチャットワークの方でも流したんですが、最初僕の話をして、その後は尾形さんにちょっと話して、もらいます。で、その後が実際に僕はリアルタイムでリサーチをやっていって、まあ解説をですね、しながらちょっとリサーチを見てもらうというものですね。で、最後にワークショップという形で、みんなでリサーチをして、僕適当にうろうろしておくので、随時なんか疑問点とか質問とかあったら僕に、質問できるような状態でみんなでリサーチをするという流れでやっていきます。で、早速ですね、僕の話から入っていきたいなと思うんですけども、まあ証券 3.0 が始まってからまだ1ヶ月弱しか経ってないので今もコンテンツページにリサーチ動画とかいろいろ複数上げていて、スカイプ音声とかでも僕のリサーチをいろいろ映したりしてますよね。で、現時点でそのリサーチのコンテンツとか、まあいろいろなコンテンツを全部消化しきれてる人っておそらく一人もいないと思うんですよ。なので、今回は新しいノウハウを出すというよりは、まあ、ノウハウの基礎部分ですね、基礎部分のところをまた改めて話していったり、あとはマインドのところ、でもう一つは、これはちょっと新しいんですけど、まだ出してない情報で、eBay の SEO ですね、SEO についてちょっと細かく、解説をしていきます。で、今回勉強会申し込みフォームのところにどういった内容を話してほしいですかっていう項目を作ったと思うんですけど、事例を紹介してほしいとか、月利30万以上稼いでる人たちは、まあ、どんな時期にどんなことをしていたとか、まあ、そういった事例を聞いてみたいと、いうことで、まあ、この後に尾形さんも話してもらうので、実際尾形さんですね、証券 2.0 から本格的に eBay 輸出始めて、もう近々でどんどん利益を上げていって、最初独立、副業から始めて独立をされたという方なので、まあそういった尾形さんの話も参考にしてもらって、まああとは懇親会の時も、まあ結構ね、今日40人以上来てるんで、月利30万以上とか出してる人も多くいるので、まあその懇親会のところでですね、まあお酒交えながら、まあ、ざっくばらんに、まあ、お酒飲みながらだったら結構いろいろ話してくれると思うんで、まあ、聞いてほしいなというか、まあ、聞いてほしいなというか、普通に楽しく話をしてもらえればと思います。なので、最初ですね、まあ、僕の事例を話そうと思うんですけど、もう YouTube に上げてる動画だったりメルマガとかで、僕のネットビジネスの経歴っていうのは結構もう話しているんで、ちょっと繰り返しにはなっちゃうんですけど、まあ改めてこうやってフェイストゥーフェイスで話していこうかなと思います。で、僕自身が最初ネットビジネスを始めたのはアフィリエイトですね。まあその時はコールセンターで働いてたんですけど、まあちょっと小遣い稼ぎをしたいなということで、まあ片手間でなんか小遣い稼げる方法ないかなということでアフィリエイトを始めました。で、まあこれ結果的に言うと、まあ数ヶ月やったんですけど、数ヶ月やって得た利益がだいたい900円ぐらい
しかもまあ僕自身がその広告クリックして、やったりしてたんで、まあ、ほとんど月利利益はゼロの状態だったんですね。でまあちょっとアフィリエイトは難しいなということで、まあ、もちろんその誰かのコンサルを受けてなかったし教材を買ってなかったっていうのはあるんですけど、まあその日々どういった行動をしていって、利益につながっていくかっていうそのビジョンがなかなか見えなかったんですね、なのでちょっと他のノウハウを探そうと思った時に見つけたのがまあ転売ですよね、物販っていうのを見つけて、でまあ eBay 輸入から入りました。でその eBay 輸入から入ったっていうのも特にまあ理由はなくてっていうか、物販の中でも輸出輸入国内転売とかいろいろ種類があると思うんですけど、それと比較して輸入を選んだというわけではなくて、単純にまあ調べた時に、物販の情報発信をしてる人のブログとかを見つけて、その人が eBay 輸入をやってる人だったんで、じゃあちょっと eBay 輸入をやってみようということで、始めました。で、まあすぐ PayPal、eBay 登録して、その時僕クレジットカードも持ってなかったのでクレジットカードも登録して、やっていったんですね。で、もう早速ですね、あの5000円ぐらいの商品を仕入れてみたんですよ。5000円ぐらいの商品を仕入れて、でヤフオクで販売したんですけど、それで利益が1000円弱出たんですね。まあ、この時はむちゃくちゃ感動しましたね。あのやっぱりアフィリエイトでずっと稼げなかったっていう経験もあったので、まあこんな感じで簡単に稼げるんだなと、まあ、簡単にというか、ちゃんとあの再現性があるモデルなんだなと、そういうことを実感して、まあ単純でも最初はちょっと怖かったですけどね、実際、別にネットに僕強いわけではないんで、ヤフオクとかにも出品したことはなかったし、アマゾンで欲しいものがあったらちょっと買うぐらいの、感じだったので、まあ、そこはちょっと怖かったんですけど、実際仕入れてみたらもうあの2週間ぐらいで届いて、実際に利益も出たので、あこれはいけるなということで、そこからちょっと商品数を増やしていって、大体ですね月の利益が3万とか5万ぐらいとか、まではいきました。ただその3万から5万ぐらいの状態から10万、20万、30万って上がっていったわけではなくて、ずっと何ヶ月もその3万、5万の状態が続いていたんですね。もともとちょっとした小遣い稼ぎで僕自身始めたっていうことで、その時は単純に僕の中でもっと稼いでいきたいっていう気持ちが強くなかったと思うんですよね。っていうところが原因だと思うんですけど、まあそういった3万5万の状況を数ヶ月続けて、今思えば本当にもったいないなという感じがするんですが、で、その当時は一回僕地元に帰っていたので、地元で、まあ、ニートですよね、ニートの状態でこの eBay 輸入で、小遣い3万5万ぐらいを稼いで生活していたっていう、まあ、かなりやばい状況だったんですよね、普通に考えて。でもまあいろいろ友達と話したりとか、そういったきっかけがあって、でまあ就職するっていうのも嫌だったので、もうこれからはネットビジネスもう一本で一点収支でがっつりやっていって、これで生計を立てるようになって、っていうことを友達に宣言して、でまあ期間は8ヶ月と決めてですね、8ヶ月後には月利30万とか、まあ40万とか稼げるようになって、また東京に戻るっていうことを友達に宣言したり張り紙をしたりとか、そんな感じで、まあ、そこでまあ決断したわけですよね。で、まあ、そこで決断して、それまでは3万から5万の利益の時はだいたい月の仕入れ数は20個とか30個ぐらいだったんですけど、決断して1ヶ月目で商品を170個を仕入れました。で一気にそこで月利が30万になったんですね。で2ヶ月目が40万で、3ヶ月目が25、6万っていう感じで、
まあ、本当決断して、すぐに月利30万に、まあ、行ったんですよね。それやったことは何かっていうと、とりあえずもう扱う商品数を増やしたと、うん、まあ、それだけなんですね。っていうのが、まあ、本当簡単に説明すると、その僕が30万まで行った、経歴になるんですけど、まあ、ここからですね、ちょっと伝えたいことというか、話すことを考えたんですけど、よく僕メルマガとか、まあ、よくってほどでもないですけど、メルマガとかで実績を出す人はとりあえずやっちゃう人が稼げるみたいなことをよく言ってると思うんですけど、それちょっと言い方が今思えば語弊があるなと思ってて、とりあえずやっちゃうっていうのは、何も下調べせずにいきなり何百万をガッと仕入れるとか、eBay 輸出の無在庫であれば、ツールに頼って、一気に何百何千って出せばいいとか、そういったことではなくて、ちゃんとですね、その冷静に現実を見て、商品を冷静に分析して、まあ、いけると思ったらすぐ行動しようということですよね。まあ、例えば、まあ、在庫を持つんであれば、しっかりリサーチして資金繰りも確認して、問題ないかっていうところ全部確認した上じゃないと仕入れることができないですよね。で、まあ、さっきも言ったように、僕がその30万いったのは、ただ単純に扱う商品数を増やしただけっていう形で言いましたけど、それだけ聞くと、じゃあとりあえずやっちゃえばいいんじゃないのって思うかもしれないんですけど、やっぱり有在庫って無在庫に比べたらリスクがありますよね。商品を仕入れて、その時にお金払って、でそれが届いて、出品して売れたらやっと資金を回収できるという感じですよね。なので、さっきその一気に170個ぐらいの商品を月に扱うようにしたっていう時も、当時は僕一つのジャンルに絞ってやっていたので、このジャンルでこれだけの商品数を扱って、さばいていくことができるのかとか、利益を出していくことができるのかとか、むっちゃくちゃ深掘りしてリサーチしたんですよね。まあ、その上で、まあ、いけると分析して判断したので、もう一気にドカンと仕入れたという感じなんですね。で、今ショーケー 3.0 のリサーチ動画何個か上げていて、スカイプ音声でも僕のリサーチとか流してると思うんですけど、そのリサーチを見た時に、ここまで深掘りしていくのかと、ここまで細かく調べていくんだなって思った人も結構多いと思うんですよね。僕がそういったリサーチ方法が今できてるっていうのは、結構その輸入から入ったからっていうのが大きいかなと思ってて、まあ輸入というか有在庫から入ったからっていうことですよね。やっぱり無在庫に比べてリスクはあるので、もちろん無在庫も在庫管理だったり、手数料とかかかってくるし、為替の変動とかも意識しないとね、赤字になっちゃったりはするんですけど、まあ先にキャッシュアウトがあるっていうところで、やっぱり有在庫の方がリスクがありますよね。で、僕は eBay 輸出の方も最初は有在庫から入っていってたんですね。そういったのを 1,2 年ずっとそういったリサーチをやっていたので、そこから無在庫にシフトしていった時も、やっぱりその深掘り、っていうのが最初から、できていたんじゃないかなって今思えば、そんな感じがするんですよね。なので、まあそんな感じでも本気でちょっとリサーチをやってほしいなと思いますね。無在庫であればとりあえず出品は、まあ、できますけど、無在庫だからこそ、ね、やっぱりそのすぐに見つかる商品はライバルも多いので、ちゃんと深掘りして、まあ、マニアックな商品とかね、そういったのを探していかないと、時にはまあ有在庫を持ったりとかね、していかないとなかなか利益、上げていくことは難しいんですよね。成長スピード、がちょっと遅くなってしまうので。
っていうところで結構もうちょっと早口で話してきたんですけど、まあ、まとめると、まあ、とりあえずリサーチはもうあの、ね、本気であのストップウォッチとかつけて、ね、あのガチでやってほしいなというところです。もうコンテンツはあの証券のコンテンツで間違いないんで、あれの通りにやってもらえれば大丈夫なんで、あとは今言った常に、まあ、新鮮な気持ち、できれば楽しみながらリサーチもやってほしいなと思いますね。うん。で、さっき言ったように、まあ、例えば在庫を持つ、商品が見つかった時とかは、それちゃんとですね、その商品分析して、で、まあ、資金繰りとか問題なく、落札頻度とかデータ見ていてですね、資金繰りも問題ないし利益を出せると判断できたんであれば、もう在庫で持つというところを、あのマインドブロックを外してですね、冷静にやっていってほしいなと思います。で、まあ、確かにその在庫を持つっていう時になると、最初はね、マインドブロックがかかるっていうのは当然なので、そういった時は、まあ、前から言ってますけど、その悩んでる商品の仕入れ元 URL だったり eBay URL だったり、どこで悩んでるかっていうところを僕に教えてもらえれば、僕であれば仕入れるかどうかとか、そういったことは答えられるので、うん、まあ、そんな感じで、まあ、証券のコミュニティですね、フルに活用して、コンテンツも僕とのつながりとか、まあ、周りのメンバーとのつながりとか、全部活用してですね、頑張っていってほしいなと思います。うん。まあ、マインドに関しては以上なんですけど、特になんかこの時点で質問とかありますか？特にないですかね。うん、ちょっと響いたかわからないですけど、じゃあ次のことに入ってきますね。まあまあ、後で動画でも出すので、うん。じゃあ次はですね。まあ、必ずやるべきことということで、初回スカイプ音声とかやっていて、で意外とですね、その基本的なところができてないなっていう人が多いんですよね。なんですけど、取り消してほしいっていう。ああ、はい、ええ。はい、ということで、まあ、証券 3.0 の勉強会の冒頭の部分をちょっと流したんですが、まあ、今までの勉強会では僕がずっと一人で喋っていたんですけど、今回の勉強会ではコンサル生の尾形さんという方ですね、まあ、音声対談も取ってるので、まだそちら聞いてない人はですね、そちらも聞いてほしいんですけど、尾形さんにも話をしてもらって、で、ちょうど1年前からですね、コンサルをさせてもらい始めて、副業から始めて実績を出して、で独立をされたという方なので、すごいですね、リアルな話が聞けて、結構参加してもらった人たちからもですね、多く質問があって、すごい勉強になったし、モチベーションアップにつながったんじゃないかなと思います。で、その勉強会の後に尾形さんと2人でちょっと話す時があったんですけども、その時に、この1年間ですごい自分の状況も変わったし、取り巻く環境っていうのが変わったっていうのを、その勉強会で話した時にすごい実感したと言っていたんですね。まあ、それを聞いてですね、まあ、本当そうだよなと共感したんですけど、まあ、1年前ですね、コンサルをスタートして、その翌月にですね、僕尾形さん家に行って2人でリサーチ出品したり、まあ、合宿という感じで、やったんですが、そういった時を振り返るとですね、本当状況って変わったし、こうやって勉強会で話してもらえるっていうのもですね、すごいありがたいなと思うんですが、僕自身もネットビジネスを始めてからですね、まあ、本当いい意味でどこに行き着くかわからないなと、まあ、自分の状況がどんな風に変わっていくかわからないなと実感したことが何回かあったんですけど、さっきの話でも言っていたように、僕は最初 eBay 輸入から入って、でその eBay 輸入で扱った最初の商品で1000円弱の利益を出せたというところが本当最初の原点で、スタートになるんですが、そこからですね、輸出とか予約転売とか販路を増やしていって、
で情報発信も始めて、今こうやってコンサルとかもできているという状況なんですけど、もちろん最初輸入をし始めた時に、物販で販路をどんどん増やしていこうとか、情報発信も始めてコンサルをしていこうっていうのは全く思ってなかったんですね。まあ、最初はコツコツと eBay 輸入をしていって、で、そこで実績を出せたので、まあ、次は輸出っていう感じで、一つの目標を達成したらまた次の目標を決めて、それを達成したらまた次の目標を決めてっていうのを繰り返していったらですね、まあ今はこんな感じになってるんですけど、まあ、もしですね、あなたが最近ネットビジネスを始めようとしている段階だったり、最近ですね僕のことを知ってもらったばっかりで、まだ最近の僕の状況しか知らないという場合は、結構ですね、そのネットビジネスって華やかな感じに見えたりとか、人生を一気にガラッと変えるようなものだと思ってるかもしれないんですが、まあ、その人生を変える、状況を変えるっていうのは、もちろんそれは行動していけば、そういったことになるんですけど、まあ、実際のですね、日々の行動としては全然そんな華やかなものではなくて、まあ、ちょっと変な言い方ですけど、すごい地味で、地味な作業をもう地道にコツコツ毎日やっていくという感じになるんですね。だから本当ですね、このネットビジネスって僕農作業みたいな感じだなって思うんですが、まあ、それは物販でも情報発信でもそんな風に感じるんですけど、物販、eBay、輸出であればとりあえず出品ですよね、リサーチをして出品、毎日やっていくと、それが種まきの過程ですよね。で出品した後は在庫管理だったり価格修正とか、何か見つけた商品の在庫復活をツールで監視していったりとか、そういったのが、まあ、水やりというか見つけた商品を育てていく過程ですよね、そういった過程を繰り返していって、徐々に実績につながっていく、芽が出ていくというものですよね。情報発信においても、まあ、僕ももちろん最初は YouTube もメルマガの登録者も0人で、本当ですね、なんか誰もいない洞窟に一人で叫んでるみたいな、全部反響して自分に返ってくるみたいな感じだったんですが、そこから、まあ、ブログの記事とか、まあ、誰も見てないんですけど上げていったり、動画を作って YouTube にアップしていったりっていう、その種まきをですね、ちょこちょこやっていって、でやっとですね、そのメルマガの登録者が一人、できて、登録してくれた人が一人、いて、でそれからもうどんどんと種をまいていって10人100人1000人と増えていって、で今こうやってコンサルをできているという感じなので、なので実際にネットビジネスを始め出したらすごいですね、まあ、地道な作業になるかと思うんですけど、だからこそですね、本当重要なのはコツコツ続けていくと、まあ、何回も言ってますけど、それが正しいやり方でコツコツ続けていくというのが大事なんで、あなたがですね、今ネットビジネスをやっていて、毎日ですね、まあ、地道な作業で、すごい大変な時もあるかと思うんですが、今やってるですね、目の前のその作業が半年後1年後の自分の状況を、大きく変えるという確信を持ってですね、本気でやっていってほしいなと思います。でそんな風に本気でやっていけばですね、絶対に実績につながっていくし、その利益っていう以上に大きな行動に対しての対価は、何ですかね、その毎日行動していくことで、自分への信頼、自信っていうものをどんどんと育てていくことができると思うんですね。まあ、自尊心を育てていけるっていうことだと思うんですけど、それがですね、やっぱすごい大きな対価で、すごい重要なことだなと思うんですが、まあ、今日も作業できたと、今日も一つ成長することができたっていう日々を毎日繰り返していくことで、自分への信頼とか自信っていうものをどんどん育てていくことができるかと思うんですね。やっぱりですね、その自分に対しての自信とかそういったものがないと、新しいことにチャレンジしようとかっていう時にどうしても行動のスピードって遅くなってくるし、毎日新鮮な気持ちで、続けていくことって難しいんですよね。なので、以前に紹介した1日メモとかですね、そういったものを活用して、今日も一つ成長できたと、そういった実感をですね、毎日感じながら作業していってほしいなと思います。でもちろんですね、そうやってコツコツ毎日作業していって実績が出てきたら外注化をしていったりとか、情報発信を始めてコンサルとかにつなげていくとか、そういったこともできるので、本当ですね、どんな風に枝分かれしていくか、どういったところに行き着くかっていうのは本当わからないんで、
だから僕もですね、ネットビジネスを始めてずっとそうなんですけど、1年後の自分がどうなってるかって全く想像がつかないんですね。っていうと全く計画なく行動してるのかって思われるかもしれないんですが、そういったことではなくて、もちろん今年達成したいこととか明確に決めてるんですけど、それをですね、達成していく過程の中で自分がどんな風に成長していくのかとか、それを達成した時にまたそこからですね、どんな風に枝分かれしていくのかとか、そういったのをですね、全く想像つかないので、本当ですね、ワクワク、するんですよね。あんな風にですね、セミナーをするとか、もっと言うとこんな風になんか一人でペチャクチャ喋って動画を撮ってるとか、本当2年前では全く想像つかなかったし、いきなり顔出ししたりとか、こんな風に外で喋ったりっていうのは、多分できなかったと思うんですよね。別に顔出ししたり外で喋んなくてもいいんですけど、とにかくそのさっき言ったように、行動していく過程の中で、いろんな人から刺激をもらうということもあるし、自分に自信がついてですね、どんどんいろいろ可能性は広がっていくので、千里の里も一歩からでしたっけ、そういった言葉があったかと思うんですが、今あなたが目の前でやってるその作業がですね、すごい地味で地道なものだとしても、それが本当は半年後1年後の状況をですね、変えると、確信を持ってですね、本気で、取り組んでいってほしいなと思います。ではですね、今回の動画は以上となります。頑張っていきましょう。